はい、皆さんこんばんは。今回はロックスミスというゲームのですね、プレイ動画解説をやっていこうと思います。ちなみにこの、音声はアフレコですね。いわゆるアフレコ、後から、録音しているものですので、実際に弾きながらやってるわけじゃないですね。はい。どういったゲームかと言いますと、いわゆる音ゲーですね。画面上を流れてくる音符、それを見ながら、実際のギターを弾くという内容になってますね。コントローラー、などではなくて、実際のギターを、ゲームにつないでプレイするっていうのが、新しいスタイルで、なかなかね、面白いゲームになってますので、ちょっと見ていってください。今回は、レッドホットチリペッパーズのハイヤーグラウンドですね。有名な曲ですかね。実際やっていきながら、どんな感じのゲームなのか、見ていただこうと思います。このゲーム、アンプシミュレーターが内蔵されてますので、生のギターの信号をゲームに送るわけですが、アンプで出したような感じの、音にしてくれます。こんな感じの音ですね。で、これはチューニングの確認の画面なんですが、実際曲をプレイする前に、毎回確認するような感じになってますね。ゲーム画面はこんな感じですね。流れてくる、音を見ながら弾くという感じになってます。で、今回は、パフォームモードという、モードで、実際にこう目の前に観客がいるライブハウス的な場所を、想定してやってる感じですね。こんな感じで最初はこう観客もね、静かな感じなんですが、うまい具合にプレイできるとだんだん盛り上がってくるという感じになってますので、それもね、こう面白い要素の一つかなと思います。自分のテンションも上がっていきますね。あと、それから画面上では、今弾いている曲の、位置、どの辺を弾いているかという内容と、あと歌詞も表示されるようになってますね。自分でギター弾きながら、歌っちゃってもいいんじゃないかなという感じですね。それから、右上に表示されている数字が、いわゆるスコアですね、点数ですね。正確に弾けていれば、上がっていく感じですね。で、このスコアを、高いスコアを目指すというのが、一つのゲームの、醍醐味ではありますね。で、曲を通して、10万点を超えると一応、マスターモードというものが解放されるようになってまして、そのマスターモードがですね、楽譜が表示されないモードなんですが、自分の記憶を頼りに、普通にギター弾くという感じですね。それも面白いんじゃないかなということで、今回これで普通に1曲通した後に、同じ曲でマスターモードも、ちょっとやってみる感じになってますので、1曲5分ぐらい、5分もないかな、結構長いんで、ゆっくり見ていてください。そろそろ曲の終盤ですね。観客も大盛り上がりみたいな感じになってますが、これで無事10万点を超えることができればマスターモードが、解放されるっていう感じになっています。今回はもう解放済みなので、あれなんですが、これでフィニッシュですね。
で、まあ、1曲終了と。で、10万点を超えてるので、マスターモードが、まあ、解放されるんですが、まあ、今回はもう解放済みになっているので、特別なアナウンスはないですね。まあ、続けて同じ曲でマスターモードですね、やっていきます。で、一応ゲームの、まあ、内容なんですが、結構古めの曲もたくさん入ってるんですね。ローリングストーンズ、デビッドボーイ、ピクシーズ、エリック・クラプトン、クリーム、アニマルズ、ニルバーナ、ミューズ、レディオヘッド、まあその他もろもろですね。最初はまあ50曲以上収録、でさらに、まあ70曲以上の追加楽曲をダウンロード配信という、まあ歌い文句になってますので、まあ欲しい曲があればダウンロードして、プレイするという感じですね。一応1曲200いくらかのマイクロソフトポイントですかね、必要になるんですが、まあ、やりたい曲があればダウンロードしてやってみてください。でこれマスターモードですね。もう楽譜が表示されないモードで、まあ、あたかもライブハウスで自分がやってるような感じの画面ですね。まあこれわざわざゲームでやる必要があるのかっていうとこではあるんですが、まあそれは置いといて、まあ点数とかもありますからね、正確さを求めて、プレイするのもいいんじゃないかと思います。あとそのまあこのゲームの面白いところとしては、アンプシミュレーターがあるんですが、まあ、曲を始めるとその曲に合った、音が自動的に選ぶ、まあ、選択されるようになっているんですが、曲ではないところでアンプのこうセッティングを変えたり、まあ、アンプの種類を変えたりとかエフェクターを、いろいろ配置したりとか、そういう変更もできるようになっているので、まあ、ただの音ゲーじゃなくて、まあ、そのアンプシミュレーターとして遊んでみたり、いうこともできるようになっています。まあ、ちょっと長いんですが、一応マスターモードで1曲まるまるやっていきますね。観客大盛り上がりなんですが、意外とこの観客の、種類が少ないんですね。よく見てみると、全く同じ顔した可愛い姉ちゃんが、最前列に 2,3 人いるのが見えますね。もうちょっとバリエーションあってもよかったんじゃないかな。あとそれからこのゲームはあのマルチプレイヤーでもプレイできるようになっているので、例えばギター2人だったりとか、それからギターとベースでもやれるようになってます。あ、そうですね、そのベースモードがあるっていうのも、特徴ですね。ギターの楽譜だけじゃなくてベース用のものも用意されているので、ベーシストの皆さんも、やってみるといいんじゃないでしょうか。ちなみにそのマルチプレイヤーでやるときには、専用のケーブルが2本必要になるので、ちょっと買い足さなきゃ、ね、いけないんですけど、2000いくらぐらいですかね、買えば2人でやることもできるようになってます。個人的にはネットワーク対戦みたいな、ネットワーク対戦みたいなやつだったりとか、まあ、ネットを返して協力プレイとかできたらもっとまあ盛り上がったんじゃないかなという気もしますが、マルチプレイヤーは、オフラインのみの対応みたいですね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。動画の方はこの辺りで終了です。はい、ありがとうございました。